いいっす。皆さんこんにちは、星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢。あ、ログで撮ってるねこれね。まあいいか。はい、では仕切り直しで、皆さんこんにちは、星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今日ちょっとなんか大げさなタイトルつけちゃいましたけど、皆さんにまあご報告がありましてですね、実は、私毎週木曜日、まあ、週に1回ですね、ライブ配信を行っていました。まあ、皆さんからいろいろ質問をいただいたりとか、コミュニケーションを取らせていただいて楽しい時間を過ごしていたんですけども、今回ですね、それライブ配信用のサブチャンネルを作りました。はい、実はもうあるんですけど、まだ動画投稿してないんですけどね、この間のライブ配信の時に発表させていただいて、まあ、今後、毎週1回のそのファンコミュニケーションをこっちのライブ配信で行いますよということをお伝えしたんですね。でメインチャンネル、このチャンネルの方では、通常通り私が制作した動画を投稿するのと、月に1回ぐらいは、ファンコミュニケーションというか、もう初心者の人とか、常連さんももうみんなこう含めてですね、一斉にこう質疑応答をするようなライブ配信をやろうかなと思ってます。それから、天文現象ですね、なんちゃら流星群とかなんとか彗星とかさ、月食とか。サブチャンネルの方はあくまで実験的なものですね。新しい機材が届いたとか、この機材を試してこうするとか、そういうですね、まあ時間がかかりそうなやつっていうんですかね、そういうのをサブチャンネルでゴニョゴニョやっていこうかなと思っていますので、そちらの方のチャンネル登録もよろしくお願いします。まあチャンネル名もいろいろ考えて思いつかなかったので、そのままひろゆきなりさはライブストリーミングっていう、タイトルにしましたけども、今後はですね、そのメインチャンネルもサブチャンネルの方も楽しんでいただければなと思います。でまあどうしてサブチャンネルを作ったかっていうことを一応お話ししておきたいと思うんですけども、私まあ本業、写真家、それから動画クリエイターとして今活動しているんですね。その中でやっぱり自分の生活っていうのが大事なので、まあそのなんていうか報酬をいただける仕事をまあ優先にやるわけじゃないですか。うん、でぶっちゃけまあ YouTube も収益あるじゃんっていうふうに思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、そんなにですねこのチャンネル自体は収益ってないんですよ。まあ小遣い程度ですね。はい、だからなんていうか自分の生活とか生きていくことを考えると、どうしてもパワーバランス的にですね、YouTube の方は後回しというか、空いてる時間で制作するっていうのがまあ基本スタンスになってくるんですよ。ただまあその動画の投稿頻度が落ちることで皆さんとのその接点も少なくなるから、それを解決するために始めたのがライブ配信だったわけですね。で週に1回動画を投稿することで、このチャンネルの再生数もまあ稼げるし、皆さんとのコミュニケーションも取れて、このチャンネルのことを忘れないでいただけるっていうことでライブ配信をやってたんですけども、仕事が忙しくなると動画の投稿頻度が落ちてきて、その自分のチャンネルのねフェイスの部分っていうのかなっていうのがライブ配信のやつがほとんどになってくるんですよね。そうすると、まあ、初めての人とか、まあ、YouTube チャンネルを見て自分にお仕事をいただくようなパターンも増えてきている中で、このチャンネル一体何のチャンネルなんだろうっていうのがそのフェイスで伝わりづらいっていうのかな、そういう状況になっているのが自分の中でもちょっと危惧していて、で友人からアドバイスをいただいてですね、やっぱサブチャンネルそろそろ始めた方がいいんじゃないのかっていう話になり、今回解説に至ったという感じでございます。サブチャンネルを持つっていうとね、なんていうか YouTuber としてはちょっとワンランク上がったような感じにもなるんですけども、そっちの方はねまだ、まあもちろんサブチャンネルの方は収益化は今のところはしてないんですよね。その1から0からのスタートなので、登録者数1000人、それから4000時間再生を超えると初めて収益化って YouTube できるんですけど、まあ、それまでは、皆さんとまあゴニョゴニョと楽しくやっていこうかなと思います。で、まあ、常連のライブ配信来てる、視聴者さんとかはね、やっぱりあの初めての方が、なんだろう、盛り上がれないようにっていうか、初心者の人がこう参加できなくなることを結構心配してくれて、自分たちはあんまり投稿しませんみたいな、コメント書きませんみたいなことを気遣ってる方は多かったんですけど、サブチャンネルの方はそういうのはもう無礼講でどん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 、ゴニョゴニョと
やりたいなと思ってます。でメインチャンネルの方はなんか例えばお題を決めて、これについて今日はあの質問どうぞとかこういうことを語りましょうみたいな感じでやって、いつもライブ配信は 2,3 時間長いんですよね。私のライブ配信長いんですけど、メインチャンネルのライブ配信は1時間ぐらいでスポッと終わるような感じでコンパクトにやっていこうかなっていうふうに考えてます。まあどうなるか分かんないですけどね、まあ、というのが、今回の動画の投稿の趣旨でございますね。でですね、早速ですね、新しい機材が届いてるんですよ。はい、この箱の中にあるんですけど、でこれがですね、ちょっと私がずっと欲しかったっていうか、早く日本で発売されないかなってずっと言ってた新商品がこの中にあります。で次回のライブ配信はこれを開けるところからスタートしようかなと、サブチャンネルの第1弾ですね、まあ、これを開けるところからスタートしようかなと思います。でサブチャンネルの方で開封動画をやったら、ちゃんとしたレビュー動画、まとまったレビュー動画をメインチャンネルの方にアップするという風な流れでいこうと思いますんで、まあ、今後もそういう感じで活動していきたいと思いますので、なりぞぞ、ひろゆきなりさわタイムラプスフィルムそれから、ひろゆきなりさわライブストリーミング、言いづらいな自分で考えたけど、はい、どちらもよろしくお願いします。はい、というわけで、今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバイ、したっけねー。